こんにちは MB です。やってまいりました。シーアイランドコットンの長袖。お待たせしました。やっと発売でございます。MB アルティメントファブリックアメリカンシーアイランドコットンロングスリーブ T シャツ税込1万9000円。発売いたします。9月17日夜9時から9月18日の夜11時まで受付しております。世界最高の原材料と徹底的にこだわった加工で作った究極のロン T 今回4色展開で発売いたしますこれね前回発売した時ものすごい反響があって待望の長袖前回半袖だったんですけど待望の長袖になっておりますぜひこの動画最後までご覧になってください世界最高のコットンについてしっかり説明差し上げます はいというわけで今日は MV アルティメットファブリックアメリカンシーアイランドコットンロングスリーブ T シャツ税込1万9000円9月17日夜9時から発売するアイテムでございます前回半袖を発売したところ、えー、届いた方,から方々からですね大変多くの再販リクエストをいただきましたで半袖については今のところちょっと目処が立っていないんですけどというのもこれ原材料かなり希少なものでなかなか、えー 確保できなかったり原料が確保できなかったりするんですけどとりあえず確保した原料で今回は半袖ではなくて同じものではなくて長袖の新色を含めた長袖4色展開という形になっております。 えー、半袖前回買われた方はもうこの素材感の圧倒的な美しさ分かってらっしゃると思うのでおそらく間違いなくこちらリピートいただけると思うんですけれども初めてお買い上げいただく人も是非是非僕らが出している MB アイテムの中でも MB アルティメイトファブリックっていうのはメゾンヨーロッパのメゾンだったりとかハイブランドが実際に使っている素材と同程度もしくは全く同じ素材を使っているもののみこの名称を付けるようにしているんですけれども。 アメリカンシーアランドコットンはですね。ま間違いなく、世界最高峰のコットンということができるでしょう。現在、世界に存在している希少コットン、まあ、つまり超長面ですね。超長い面超長面の中でも最高峰の繊維長を持つのがアメリカンシーアランドコットンでございます。えー、つまります、あ。びんだったりとかスーピマだったりとか心境面だったりとかまあ、そういったものと比較しても。 全く劣らない世界最高クラスのコットンそもそもそういったすべての世界に存在する蝶々面のもともとの種はシーアイランドコットンなので まあ、そういった意味でも奇跡の繊維と呼ばれたりもしますね。そんな、えー、シーアイランド、コットン、アメリカン、シーアイランドコットンを使った。今回の企画なんですけれども、ちゃんとごめんなさい。丁寧に説明していきますね。まず、原材料の話からしていきましょう。原材料は世界最高の原材料を採用しています、えー、世界最高級素材シーアランド、アメリカンシーアイランドコットンを使っております。えー、シーアイランドコットンはこのシーアイランドの種を使って栽培を試したところがまあ、世界各地であるんですけれども。 結局その全て失敗に終わっちゃって限られた土地でしか生産できていないんですね。でそれだけに非常に希少なコットンであって、えー、と現在どのぐらいですかね全綿下の生産量の10万分の1以下の生産量なので幻のまあほんとにあの他の希少コットンと比べてもかなり量としては少ないし。 あとはさっきも説明した通りだけど繊維帳ですねコットンの高級コットンの基準っていうのは、まあ、繊維の長さで表現されることが多いんですよ。超、まあ、超長長面面っっててい書きますけど あの繊維長が長い面ほど、まあ、高級でシルクのような風合いが出せるということで珍重されがちなんですけれども繊維長がまあ高級かどうかの指標として見られることが多くて、えー、先ほども言っ,言ってる通りだけどスビンとか新境麺とかスーピーマとか、まあ、そういった世界の高級コットンと比べてもアメリカンシーアイランドコットンの繊維長っていうのは世界最長級なんですね。まあ、もちろん そのものによってね特殊な栽培されてる面とかもあると思うので世界完全に絶対に世界最高ですってなかなか言いにくいと思うんですけれどもただまあそういった高級面と比べてもアメリカンシエランドコットンはトップに君臨してるというふうな認識が一般的です。なので世界最高といって間違いないコットンになっておるわけですね。 えーまあ、シルクのような、まあ、見て分かるとこれ今着てるんですけどシルクのような滑らかな風合いと光沢感が魅力のシーアランドコットンなんですけれども蝶々う麺の中でも素材自体に含まれている油分が多いので、まあ、洗濯を繰り返しても比較的長くその風合いを保つことができるっていうのがシーア,ランドコットンアメリカンシーアランドコットンの 特徴の1つなんですねだから光沢のあるこの美しいシルクみたいな風合いが比較的長く継続する他の面と比べても洗っても洗濯を繰り返しても長く使い続けることができるっていうのが大きな魅力かなというふうに思いますさすがその辺世界最高峰といいうふうにふさわしいアイテムですねでこれ実際に半袖をもうあの注文いただいた人たちにお届けしてもう使ってらっしゃる方たくさんいると思うんですけれども皆さんこんな生地触ったことないっておっしゃるんですよ。 僕も正直そうでしたコットンの生地のよし悪しが分からないっていう人多いじゃないですかそういう質問たくさんもらうんですよメルマガやってても YouTube メンバーシップでも生地のよし悪しって m ーさん言うけど生地のよしあしってどれが良くてどれが悪いのか分からないんですって言われるんだけどそれはっきりと断言しますけどいいいいいを触れば誰でででもかかかかるんですよ分かるんんすすとか分からななっていう領域じゃないんですそれは多分同じような生地を触ってるからかあの基準がないだけで 一番いい生地触れば誰ででも分かるんですよ生地の良し悪しが分からないなんてことはないんです分かるんです誰でもこのアメリカンシーエランドコットンの T シャツと普通のスーピーマーコットンの T シャツとか触ってもらえれば全く風合い違うのに誰だって分かります子供でも分かりますこの動画で見たって多分光沢感とかドレープ感違うのは分かってもらえると思うけどこれ実際手元に届いたらこれ分かりませんでしたってうことは誰もいないと思います 実際めちゃめちちゃゃ声をいたただきましたいい素材ってこういうことだったんですねっていうふうにいただきましたもちろんいい素材って非常にアバウトな基準でさそのウールのいい素材と、ね、コットンのいい素材ってもちろん違うし何をもっていいとするかっていうのもなかなか難しいところなんだけど少なくとも違いいいいがわかららなななっていう状態にには絶対にならないですこれが世界最高峰のコットンなんでお手持ちの T シャツとぜひ購入したら触って確かめてみてほしい着て確かめてみてほしい全然違います 分かるとか分からなないいの領域じゃんんでですすよ誰だって気づけるんです世界最高のものを触ればそれは基準が生まれるのでちゃんとよしあしのバロメーターが出てくるつまりしっかり皆さんに届けようと思っているのは最高峰の素材って触ると基準ができるからより素材に関する知識が圧倒的に増えるんですよ。 だからアルティメイトファブリックラインってそういうことを考えてやってるんですけどウールの最高峰コットンの最高峰レザーの最高峰そういったものを確かめてもらうと自分の中で基準が生まれて洋服の良し悪し素材の良し悪しっていうのがある程度バロメーターがちゃんとできてジャッジするようにできるんですよ。そうすると自分が本当に欲しいものとかイメージすることもできるし知識があるとイメージができるとおしゃれになりやすいじゃないですか。 なんでおしゃれになれないかってイメージができないからおしゃれになれないわけでしょ。具体的な像が頭の中に浮かんでるんだったらそれを集めればいいだけなんでそんなに難しい話じゃない。でも具体的なイメージが浮かんでないなんとなくでしか浮かんでないからなんとなくこういう人になりたいこういうおしゃれな格好になりたいはあるかもしれないけど具体的な形とか素材感とかが見えてないとどうしてもわからない。で一番わかりにくいののが素材なので だったら最高のものを一回触ってもらえればそこで基準が生まれるから明確にどれが良い,い悪いがわかるようになるんですよそう思ってやってるんですけどコットンはこれが世界最高峰なんでぜひ一回試していただきたいそう思って僕ら作ってます、えー、希少種であって取り扱うブランドもあの制限されているのがアメリカンシーアイランドコットンです どこのブランドでもやらせてくださいって言ってすぐやらせてもらえるものではないのがこのシーアイランドコットンの難しいところではあるんですけどブランド性とその希少性をしっかり保つためにその取り扱うところを制限したりとか流通量をコントロールしているのがこのアメリカンシーアイランドコットンの特徴なんですね。 ただ今回前回からそうだけどアメリカンシーアランドコットンを使わせていただけることを許可してい,ただいてでいて画面とあの保証書ですねもうタグと一緒につけることになっているので実際半袖でもの方もつけさせていただきましたけどホログラムみたいなタグがついてたと下げ札がついてたと思いますけれども今回もそれつけさせていただきますので安心して活用いただければというふうに思っておりますそして今までの話は原材料の話です で素材っていうのはもちろん原材料大事なんですけど原材料から生地にして生地をどう加工するか整理するかっていうこともまた品質の大きなポイントになるんですけれど今回ただ原材料にこだわるだけではなくてしししっかりり徹底的に風合いをを重視した加工をしております具体的にはどういう染色整理加工をしているかというとまずはバイオ加工バイオ酵素を使って表面にある毛羽を落としてもらって徹底的にクリアな生地にするファンデーションを作ってる。 これがバイオ加工ですさらにそこにシルケット加工も加えてますシルケット加工は火成ソーダを使って薬剤を使ってさらに毛羽を落として綺麗な光沢感を引き出す加工ですシルケットも工場によっていろいろやり方が違うんですけれども我々はいい工場を見つけてきてバイオ加工とシルケット加工をどちらもやってさらにこれらは通常の倍の濃度と回数を施すことで圧倒的なレベルの生地感を実現してますこの加工と 生理加工に関してはむちゃくちゃ自信があります僕らも工場見学していって実際にどういうことをやられているのかっていうのを確かめてきたりもしてますけども原材料に頼るだけではなくて、ね、シーアランドコットンとかアメリカンシーアランドコットン見てもなんか他のブランドのものとか見てもあこんなもんかって思うこともあるかもしれないけど結局原材料だけじゃなくてこういう加工によっても全く素材の風合いって違ってくるんですよあまりピンとこないのかもしれないんですけど本当に大事なことなんですコットンかウールかとかじゃなくて 加工で全然風合いって違うんですよで今回やってる加工っていうのはバイオとシルケットを通常の倍の濃度と回数を加えてもう風合いが圧倒的に綺麗になってますもう動画で見ても多分ドレープ感とか伝わってくると思うんですけれどもこの辺やっぱり他のブランドが真似できない領域までちゃんと作り上げられてるかなという風うに僕たちは思って自信持って作ってます 最もメンズのアイテムの中でオーセンティックといっても間違いのない無地の半袖 T シャツと無地の長袖 T シャツですけれどもこの2つをですね徹底的にいい素材と徹底的にいい整理加工をすることによって究極に使えるロン T 半袖 T シャツっていうのを僕らは目指して 考えてて作ってでなおかつ究極僕ら D2C で関わる業者が少ないので、まあ、僕が宣伝して僕が作って僕が販売してるわけだから業者の数少ないので他のブランドと比べて圧倒的に少ないからぐわっと値段下げられる1万円台でこのクオリティのカット数は出会えないと思いますなのでぜひ今回の手に取ってみてください一応ですね数量には限、まあ、数量限定になってますあの原材料に限界があるので 一応そののママキシマムの設定は受注生産なんですけどマキシマムの設定をさせてもらっているんですがまあ多分その皆さん希望者には手に届くような数を用意できたと僕らは思ってるけど前もそ,のそう言いながら完売しちゃったってことが何回かあったのでちょっと分かんないんですけどもし途中で完売したとしても本当にごめんなさいそれは勘弁してくださいただでも僕ら的には大体前回のデータを考えるとまあこのぐらい用意しておけば大丈夫だろうなっていう原料は確保できているのでおそらく大丈夫だと思います。今回はですね色展開 前回と違って、えー、ベーシックな黒白だけでなく、えーま、黒。 と白だけではなくこのベージュカラーだったりとかブラウンカラー、えー、この4色を展開させていただいておりますブラックホワイトベージュブラウンですねまあもちろんですね迷ったら黒と白是非言っていただきたいっていうか黒と白はマストで言っていただきたい半袖買った人みんな言ってるんですけどなんで全色買わなかったんだろうって後悔してますってすごいいっぱい言われました本当にこれむちゃくちゃゃくいいんで 黒白はマストでぜひ押さえてみてみください黒白だけだとちょっと物足りないなという人もいると思うので今回ヌードベージュっぽいちょっと色っぽい色味そして僕結構こういう色好きなんですけどクラシックなブラウンカラーただこういうブラウンカラーも普通のロンティーでやるとなんかちょっとなんか古着っぽいというかお猿さんみたいな色になっちゃうじゃないこのシーアランドコットンアメリカンシーアランドコットンのこの光沢とドレープ感がついてるからブラウンカラーもめっちゃ説得力出るんですよ 超おすすすめで,すでもちろんあのケアも T シャツなんでね普通に洗っていただいても大丈夫ですなのでイージーケアでまあこねコットンの T シャツにイージーケアもクソもないけど、まあ、イージーケアで、えー、ご自宅でもちろん洗うことができるので長持ちさせたかったらもちろんねそのネットに入れてあの手洗いモードでやってあげた方がダメージは少ないと思うのでそのようにしてあげたらいいと思います。 あと、えー、長袖っていうだけではなくて一応半袖から仕様を少し変更していて半袖で発売したものは少しネックのサイズを広げてあったんですけれども今回半袖よりもちょっと狭くなっていますと言っても見ての通りですけど急急に狭いわけではなくてちょっと開いてます。 あの首元が少し見えるように色っぽく見えるように少しだけクルーネックルネ通常のクルーネックよりもちょっとだけ開いた設定になっていますが半袖のいつも以前出した半袖のタイプに比べるとちょこっっとだけ狭くなっていますまあこれはあのロン T なんであの半袖だったら暑いから少し首元開いた方がいいかなっていうのもあったんですけれどもロン T なんでまあ春も秋も冬も使うと思うからそんなに開いちゃうと少し寒々しいなっていうところでちょっと調整しています。 なのでこの辺はご安心いただければというふうに思っております。世界最高峰の原材料と僕らが考えうる最高の加工そして展開色を用意して満を持して発売するアメリカンシーアイランドコットン m b アルティメ e トファブリックアメリカンシーアイランドコットンロングスリーブ T シャツ税込1万9000円でございます。 9月17日夜9時から9月18日の夜11時まで受け付けております。9月17日の夜9時からはライブ配信も用意しております。こちらの m b チャンネルの方で僕がライブ配信しておりますので、ぜひ質問などありましたら、えー、その時間に来ていただければ、m b チャンネルに来ていただければライブ配信やってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。質問投げてください。 えー、本当に究極的なアイテムができたと思います。まさにアルティメイトファブリックの名前にふさわしい一品だと思います。ぜひ買い逃しのないようにチェックをお願いします。概要欄の方に MV アイテムスタンドのリンク貼ってあります。このシーアランドコットン、アメリカンシーアランドコットンのリンクも貼ってありますのでチェックいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。MV でした。バイバイ。